ニュージーンズが所属するアドは、ハイブが4月22日、その参加レーベルの経営陣に対して監査に乗り出したといいます。まず、ハイブとアドアの関係性とは、BTS の大成功から資本を集めたハイブ、その後、約10億から20億投資し、ミンヒジン代表のニュージーンズが所属するアドは、ルセラヒムなどのソースミュージック、エンハイプン、アイリットなどの B リフトがあります。ハイブは親会社、この3つは子会社といいます。簡単に言うと、子会社たちはハイブのお金で設立されたハイブのものです。またハイブとアドアはニュージーンズデビュー前から食い違いがあったといいます。ミン代表を迎え入れた当時はパン主食議長との関係性は友好的なものでした。ですがガールズグループ制作過程で意見の相違が生じたといいます。その後ガールズグループのアイリットがニュージーンズと似たようなコンセプトと曲でデビューし怒りが爆発したそうです。こんな中で今回の事件が起こりました。アドア幹部陣は経営権の奪取の試み、事業上人事上の秘密を外部に流出したという疑惑を受けています。またこの過程で不適切な外部コンサルティングも受けたといいます。また親会社であるハイブがアドアに不当な要求をするという点を口実に世論を悪化させ、ハイブが保有するアドア持ち分 80% を現アドア幹部陣に友好的な投資家に売却するようにするというのが計画だといいます。ハイブの監査で確保した文書によると、ファン主席議長が私を真似して BTS を作ったという趣旨の話、究極的に抜け出す、私たちを誰も触れさせないという文書を確保したといいます。またミンヒジンは内部面談では、アイリットもニュージーンズをコピーし、トワスもニュージーンズをコピーし、アイズもニュージーンズをコピーしたとも語っています。今後のさらなる調査によって真実はわかると思いますが、詐欺、業務妨害、横領が疑われる結果となってしまいました。それと同時にハイブはミンヒジン代表の辞任を要求しました。これに対しアドア側が疑惑に対して立場を表明しました。アドアおよび所属アーティストであるニュージーンズが成し遂げた文化的成果は、皮肉なことにハイブによって最も深刻に侵害されている。3月にアイリットをデビューさせた、予告写真が発表された後、ニュージーンズかと思ったという反応が爆発的にネット上を騒がせた。アイリットはヘア、メイク、衣装、振り付け、写真、映像、イベント出演など芸能活動の全ての領域でニュージーンズをコピーしている。ハイブの番主職議長がアイリットのデビューアルバムをプロデュースした。アイリットによるニュージーンズのコピーはハイブが関わっている。 K-POP をリードする企業であるハイブが短期的な利益に目がくらみ、成功した文化コンテンツを何の気兼ねもなくコピーし、新しさを見せるどころか陳腐さを量産していると強調。またアリューの登場でニュージーンズのイメージが消耗されており、これによる被害はそのままアドアとニュージーンズが被ったとし、ハイブ参加のレーベルだからアイリットがニュージーンズと似ているのは理解できるという反応があり、それに加えアドアとニュージーンズがこのような類似性を許容したり了解しただろうという反応もある。しかしこのような反応は明らかに誤解であると伝えました。ニュージーンズとアイリットがどのような形でも関連付けられることを望まないとし、ハイブ参加のレーベルからデビューしたという理由だけで妹グループといったような宣伝も決して容認するつもりはないと述べました。またアドアを退くつもりはないとし、ニュージーンズが築き上げてきた文化的成果を守り、これ以上のコピー行為による侵害を防ぐためにあらゆる可能な手段と方法を動員すると明かしました。独立に対するニュージーンズの立場が気になるところですが、メンバーたちは全面的に支持しているといいます。ある関係者は、ハイブはすでに昨年末からミン代表が投資家に会ってニュージーンズと共に独立を図るという情報提供を受けたが黙化した。だがミン代表の話をメンバーとメンバーの両親が全面的に支持する状況まで重なり、次の 50-50 自体が憂慮されるという話まで出てくると、結局行動に出たと説明しています。こういう事態になってしまうと、ニュージーンズもアイリットも確実に人気とか活動に悪影響が出ますよね。一日も早く解決することを願います。ご視聴ありがとうございました。これからも韓国の情報動画を発信していくので、チャンネル登録お願いします。ではまた会いましょう。